青学への逆転合格なら青学専門塾。早稲田大学政治経済学部想定部2年です。早稲田大学教育学部想定部の2年です。80点くらいですかね。私70点ぐらいですかね。いろんな人がいるところが面白いなと思います。ね、私もいろんな人がたくさんいて交流の機会がたくさん持てるっていうのがいい点かなと思います。何かとなんか偏見とか早稲田だからこうみたいな持たれるのが嫌です。なんか早稲所って言葉はあまり好きじゃなくて、それで一括にまとめられるのが嫌ですね。自節柄みたいにはなっちゃうんですけど、やっぱりコロナであんまり学校に行く機会もなくって、オンライン授業ばっかりなので、教授との交流の場とか学びの機会とかも全面的にやっぱ減っているかな。まあ仕方ない部分ではあるんですけど、それがちょっと不満要素としてはあるかなと思います。高校生の時に見た早慶レガッタで、私もこの隅田川で漕ぎたいなっていうのが思ったのがきっかけです。私は4月頃に早慶レガッタ今度やりますっていうそのチラシをいただいて勧誘を受けたのがきっかけです。地道に毎日頑張っていくっていう、努力するっていう面で学びというか経験は得られたかなと思います。あとはこの部活はいろんな人がいて、いろんな出身の人がいて、それぞれいろんなバックグラウンドがあるから、いろんな人がいる環境でこう適応しながら生活していくっていうのを学びました。ね、今まであんまり体育会系の部活に所属したことがなくって、こうみんなで一つの、まあ、優勝だとか勝つことに向けてみんなで頑張るっていう、ボート競技はすごい団体のチーム競技なので、あんまりこうみんなで一つのことに向けて頑張るっていう経験というかそうですね、頑張る姿をすごく間近で見て自分もそれに加われるっていう点で、みんなと一つのことに向かう団結力みたいな貴重な経験だなって思います。教育学部はいろいろ文系だったり理系だったり、学部内でも結構いろいろ分野が分かれるんですけど、私は国語国文学科なので日本文学史を学んだりだとか、作品を通して当時の社会状況とかいろんな切り口から作品を解釈するみたいな授業をやっています。3限2テストだったらもう1限が始まるくらいから大学に行って、その間ずっと勉強するとかですかね。私はやらなきゃいけないことを全部リストアップして、もう全部先に先に締め切りまで引き延ばしちゃうタイプだったんですけど、全部先に先にやるように、時間が空いたらもうそれやってっていう風にどんどんタスクを片付けるってことを意識してました。早稲田大学2年スポーツ科学部想定部に所属してます。国際教育学部2年ボート部に所属してます。80点です。70点。部活は充実してるんですけど、コロナの関係で大学に行けなくて、そこのところでマイナス20点にしました。僕も一緒でどうしても行けてないところがあるので70点かな。1年生の時の同じクラスのホームルームの友達がの誘いです。1年の時サークルに入ってたんですけど、なんか物足りない感じがして部活に入りました。先輩後輩と男女の仲がいいところかなと思います。まあ、寮で共同生活して、普通大学であったら友達とはできない仲になれる。大学でスポーツを始めてみて、今まで選手としてしか活動をしたことなかったので、大学スポーツってマネージャーが結構、マネージャーさんたちの仕事を見れることが多くて、支えてくれる人たちの大切さっていうのが分かりました。大学のスポーツってことで、その日本一を目指すみたいな姿勢をこうみんなから感じれるのがいいなと思いました。スパ科の授業なんですけど、トップスポーツビジネスの最前線っていう授業は、五郎丸選手だったりオリンピックの金メダルの須崎選手だったり有名な選手が来て講義してくれるので面白いなと思います。僕は高校の時ラグビーをやってたので、五郎丸の選手のその試合前の気持ちの作り方とかはすごい印象に残ってます。国際教育学部の授業は、まあ、英語なんですけど、僕個人的に好きな歴史の授業がおすすめかなと思います。英語で海外の歴史学べるというのがすごい面白いなと思います。部活入って体が疲れてるっていうのもあるんですけど、昼に思い切って寝ちゃったり昼寝しちゃうっていうのが頭がリフレッシュしていいのかなと思います。電車で、まあ、座らずに立って本読んだりとかはしてます。早稲田大学国際教養学部の想定部に所属している2年生です。早稲田大学文学部想定部に所属している1年生です。72点です。
80点です。早稲田大学にはいろいろな経歴を持つ人が集まっているので、友達になるとすごいいろいろな話を聞けて楽しいっていうのが満足度の高い理由です。私は最初サークルに入っていたんですけど、大学でサークルの活動がコロナによって禁止されてしまっていて、何か新しいことを探していた時に早稲田大学創定部に出会ってやってみようかなと思って入部しました。私は高校の時もボート部に所属していて、それがきっかけで春の新刊の試乗会に参加し、そこで早稲田大学創定部の理念や雰囲気に惹かれて入部しました。午前中は主に上体練習、午後練習は主にウェイトトレーニングなどの陸上での練習を行っています。いや本当にいろんなことを学ばさせていただいてるんですけれども、例えば大学はいろんな人と出会える場でもあるんですけど、同じメンバーで長い時間一緒に過ごすことによって得られる絆とか人間関係の信頼の大切さとかを特に学んだと思います。一つの目標に向かってみんなで努力する大切さを学びました。ボートは究極のチームスポーツと呼ばれるほど、みんなで同じ動きをすることによって早く進めることができるスポーツなので、みんなで同じ意識を持って練習することの大切さを学びました。私は国際教養学部に所属しているので、英語でさまざまな自分の興味のある分野を勉強しています。文学部の1年生は週に第二外国語を4コマ習っています。私は1年生でフランス語を学びました。テスト勉強を早めから始めて、疑問に思った点はメール等を使って先生に質問して解決するようにしました。勉強する時間を自分のルーティンの中でしっかり決めて、その時間はどんなに忙しくても絶対に勉強するっていうことが大切だと思います。私は高校3年生の時までずっと進路に迷っていたんですけれども、周りからたくさん意見を言われると思うんですけど、本当にやりたいことが一番大事なので、そこをもう一度しっかり考えたらいいと思います。今の状況だと難しいかもしれないのですが、実際に大学に足を運んでみることで自分が通っているイメージを作ることができると思うのでいいと思います。受験校の入試には傾向があったりとか、あと自分との相性もあると思うので、ある程度受験校を絞って対策を練るのも大切だと思います。受験勉強をしていると本当に自分が何をしたいのか考えてしまう時があると思うんですけれども、そういう時は一度勉強をやめて一度リラックスして考えてみると少し見えてくるんじゃないかなと思います。